回り込むのもそうだけど体も当てて、よし OK、 ボール交代、最高、さあ頑張って、よし頑張れ頑張れ頑張れ、よし OK、 はいもう一回交代、体幹1対1の、2つ目のトレーニングです、これは割と昔からあるトレーニングなんですけども、このトレーニングの中でも意識を体幹、当たりの強さということに絞るということは、あまりなかったかもしれないです。 OK、 ちょっとストップ。いや今のように体格が全然違う子がいます。ものすごい大きい子に対して小さい子がいます。これはあたかもこう小さい子がぶつからなくなってしまうんじゃないか、同じぐらいのレベルでやった方がいいんじゃないかというふうに思いがちですけど、実は少年サッカーでは大きな子に小さい子が当たり方で勝つことができるんですね。次の体幹1対1です。先ほどやったラインまっすぐ走りながら競り合ってまっすぐ抜けるということを少し工夫して、ここにターンを入れます。そうそうそう、そのままそのままそのまま、はい OK ストップ。ボールを押さえながら、ボールを自分の制御下に置きながら相手をブロックして、しかも思い通りの方向に進むと、この進むというところが次は体幹1対1の4つ目のメニューです。グリッドを2つ用意してあります。このグリッド内非常に狭いですね、1m230ってところですかね。1対1ギリギリでやれるところで、ボールを奪い合ってもらいます。2箇所同時にしてもらいます。よし行こう、スタート。はい答え、はい答え、さあ頑張れ、さあ来たぞ、回り込め、 前に体を入れて、よしよしよし OK、 前に体を入れて、惜しい、そこ頑張る、よし、うわ惜しいな、入ったのに、体は入った、よし OK、 よし OK、 OK、このディスクでは1対1というトレーニング、サッカーの中ではいろんな種類の1対1がありますが、体の強さ、ボールをキープするために必要な強さ、そこに体幹というキーワードを加えて、体幹を鍛える1対1ということを5つ紹介しました。スピードを強化するため、あるいはテクニックを上げるため、1対1にはいろんなトレーニングの仕方があります。今回のこのディスクの中で、ぜひ上手なんだけども体が弱いんだよねとか、当たり負けしてゲームがものにできないというようなチームのコーチの方には、このトレーニングを、同じことなんだけども求め方が体幹なんだよということをぜひ説明してあげてほしいと思います。